ご視聴いただきありがとうございます。清瀬のシャドウ吉です。今回は人生初の改造プラレールの制作に挑戦していこうと思います。今回制作するのは JR209系500番台、中央総武観光線のラシ52編成です。ラシと聞いてピンときた方もいると思うんですけども、そうですね、登場時の209系500番台を制作していこうと思います。種車は同じく中央総武観光線の E231 系です。主な作業の内容っていうのが色の塗り替えになるんですけども、それだけだとあまり面白くないので、電飾化やスカートの自作にも挑戦していこうと思います。お待たせしました。それではやっていきましょう。まずは車体とお顔を切り離します。それで切り離したら、お顔のライト部分、そして帯の部分、そして前面窓ガラスの部分をマスキングして白く塗装します。この時白をそのまま吹き付けてしまうと、あまり塗料のノリが良くないので、一度白のサフを吹いてから塗装することをお勧めします。それで塗り終わったら、ヘッドライトとテール部分のレンズをくり抜いておきます。それでこのお顔の型なんですけども、 JR の E231 系の金庫型とも共通なので、前面方向膜の横にヘッドライトのくぼみがあるんですよね。それを今回瞬間接着剤で可能な限り埋めてみました。まあこんなもんかなって感じです。続いて側面に移ります。209系500番台は乗務員扉が銀なので、全て銀色に塗装しました。そして先頭車の帯の JR マークなんですけども、209系500番台はそこには JR マークがないので、黄色で縫いつぶしました。続いて屋上ですね。屋上はクーラーを塗装してパンタグラフに色差しをしました。これだけでもだいぶ印象が変わります。そして今回初の試みなんですけども、墨入れ塗料を使ってクーラーの排水跡の再現をしてみました。いかがでしょうか。かなり雰囲気出たんじゃないかなって思います。お次はステッカーの作成貼り付けです。デビュー記念ヘッドマーク、編成番号、そして側面の JR マークをステッカーに起こして貼り付けてみました。そう、今回はデビュー当時のラシ52編成を再現しています。次にスカートですね。スカートはプラ版で自作しました。ちょっと地上高ギリギリを攻めすぎたんで、多分坂レールは通過できないかなって思いますが、かなり雰囲気はいい感じにできました。お次は電飾化です。先ほど開けておいた穴にぴったりはまるようにアクリル板を削り出してはめた後、動力とはまた別の回路を設けて裏から LED で照らしています。電飾化をすると本当に車両が生きてるんだなっていうような感じがするので、私はすごいおすすめします。これにて209系500番台ラシ52編成登場時仕様が完成しました。それでは走らせていきましょう。いかがでしょうか。やっぱりスカートが地上高ギリギリっていうところがあるんで、かなりヒヤヒヤする場面はあるんですけども、その分見栄えも良くなるんで、まあ地面に座らなければ OK ですっていうことで、割と満足してます。というわけで今回はプラレールの JR209 系500番台ラシ52編成登場時仕様を制作してみましたが、皆様いかがだったでしょうか。実は今回人生で初めて改造プラレールというものに挑戦してみたんですけども、 N ゲージで得たノウハウをかなり活かせる場面があったので、作っててすごい楽しかったです。なのでまた改造プラレールは挑戦していきたいなというふうに思っています。次回は N ゲージのラシ52編成登場時仕様を制作していこうと思います。お楽しみに。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。